ドネルソン・トリデの戦い、ドネルソン・トリデの戦い、ドネルソン・トリデの戦い、A、バトル・オブ・フォート・ドナルソンは、南北戦争初期の1862年2月12日から16日に、西部戦線テネシー州西部で行われた戦いである。北軍による、このトリデの占領によって、カンバーランド側は南部への侵入経路として開かれ、ユリシーズ・グラント順将は少々に昇進するとともに、 それまで目立たずほとんど実績のないものであったの、無条件降伏のグラントとあだなされるようになった。この戦闘は2月6日のヘンリートリデの占領に続いて起こった。2月12日から13日にかけて、グラントはドネルソントリデに向けて陸路を2マイル進み、幾度か小さな威力偵察を行った。2月14日、アメリカ海軍のアンドリュー・エイチ・フット将官が指揮する。 砲艦隊が艦上の大砲で、砦の勢力を減じようとしたが、ドネルソン砦の川に向けた大砲によって大きな損失をこむり、後退を強いられた。2月15日、南軍の指揮官ジョンビー・フロイド巡将は、砦が囲まれている状況で、グラント軍に対して吸収をかけ、脱出路を開こうとした。攻撃の開始時点では、戦場から離れていたグラントは、 戦場に到着して兵士を集合させ反撃に移った。フロイドの試みは部分的には成功したものの、おじけづいて兵士たちを残豪の中に呼び戻した。2月16日の朝、フロイドとその副官議デオン JP ー殉将は二人とも指揮権をサイモン B バックナー殉将に渡し、バックナーがグラントからの無条件降伏を受け入れた。 ドネルソントリデの戦闘は2月6日のヘンリートリデの戦いにすぐ後に起こった。グラントとアメリカ海軍フットによるヘンリートリデ占領の結果、テネシー州はその後の北軍進攻の経路となった。ヘンリートリデにいた約2500名の南軍守備隊は降伏前に脱出し、東のドネルソントリデまで12マイルを移動した。南軍はこの時いくらかの難しい選択に、 直面していた。グラント軍はこの時、南軍のアルバート・ジョンストン将軍の管轄する2つの軍隊、ケンタッキー州、コロンバスにいる PGT ボーリガードの2000名と同じく、ケンタッキー州、ボーリンググリーンにいるウィリアム・ J ・ハーディの22000万名の間にいた。ヘンリー・トリデは、テネシー州を守る南軍前線の中央に大きく突出した場所にあり、 その南にある鉄道が遮断されて、直面する北軍の大部隊に対抗して、援軍を向かわせるために必要な横の動きが制限されていた。近くのドネルソントリデには、わずか約5000名の勢力しかなかった。北軍は、コロンバスを攻撃する、可能性があった。またドネルソントリデを攻撃し、それによって、ナッシュビルを脅かす、可能性もあった。すなわち、 グラントとドンカルロス・ビューエル、ルイビルにいた4万5千名が、グラントは、後からビューエルは、前から、ジョンストン軍を直接攻撃する恐れがあった。ジョンストンは、北軍の砲艦が、ヘンリー・トリデを容易に打ち破ったことを理解した、テネシー川の水かさが上がり、トリデを水浸しにして、重要な役割を果たしたことまでは分かっていなかった。しかし、実のところ川からの攻撃は単に作戦では、 ないかと思い、グラント軍よりもビューエル軍からの脅威を心配していた。ジョンストンは南軍のテネシー州を守るという戦略が見せかけのものであることを案に認め、防衛戦の大半にわたって主導権を放棄する一連の行動を決断した。2月7日、ボーリンググリーンのコビントンホテルで開かれた作戦会議でコロンバスにいるボーリガード軍を撤退させ、 ボーリンググリーンも明け渡して、カンバーランド側の南ナッシュビルに移動することで、ケンタッキー州西部を放棄する決断をした。ドネルソントリデの防衛可能性については、疑念があったものの、ボーリガードの中国を入れて、1万2000名の補強に同意した。もしそこで敗れれば、テネシー州中部を失うことは避けられず、つまりは、ナッシュビルという軍需物資の製造と貯蔵のための、 重要な街失うことを意味していることを理解していた。ジョンストンはドネルソントリデの指揮を第一次ブルランの戦いで巧みに功績を挙げたボーリガードに任せたかったが、ボーリガードは喉の病気のために辞退した。その代役として責任はジョン B ・フロイド准将に回った。フロイドはバージニア州西部でロバート・ E リーの下にいて任務をうまく果たせず、 西部先生に到着したばかりだった。以前は、ジェームズ・ブキャナン政権の陸軍長官を務め、汚職と脱退活動で北部では、お尋ね者になっていた。その経歴は、政治家であり、軍人ではなかったが、カンバーランドでは、上級の順庄だった。北軍側では、ミズーリ方面軍の指揮官として、グラントの上官だったヘンリー・ハレックも、危惧の念を抱いていた。グラントが、 ヘンリートリデを占領することを承認したが、続けてドネルソントリデを攻めることは危険のあることだと感じていた。またグラントのそれまでの成功にもかかわらず、グラントのことを無効水と考え、その部下をほとんど信用していなかった。ハレック自身のライバルであるビューエルを説得して援軍を得る手段としてビューエル軍の参戦を促そうとしたが、 ジョンストンがビューエルに大きな注意を払っていたにもかかわらず、グラントが攻撃的なのと同じくらいビューエルは受動的だった。グラントはその上官がグラントの解任を考えているなどと疑うことはなかったが、この方面作戦を通じて遅れや敗北の場合にハレックがおじけづいて作戦を中止する可能性があることには銃に気づいていた。2月6日、 グラントはハレックに当てて、電報を撃った。ヘンリートリデは、我々のものである。8日には、ドネルソントリデを奪取して破壊し、ヘンリートリデに戻る。この自らに課した、最終業は3つの点で、楽観的すぎた。1つは、ドネルソントリデまで12マイルの三端たる、道路状態。2つ目は、溢れてくる洪水の中で物資を運ぶために兵士を、使う必要があったこと。 2月8までにヘンリートリデは完全に水に浸かった。最後はヘンリートリデでの砲撃戦でフットの西部戦隊が被った損傷だった。もしグラントが素早く移動することができたとすれば、その日のうちにドネルソントリデを落としていたかもしれない。2月11日の早朝、グラントは作戦会議を開き、いくつかを保留したマクラーナンドを除くすべての将軍が、 ドネルソン砦を攻撃するグラントの策を指示した。この作戦会議は南北戦争の間にグラントが開いたものでは最後となった。グラントのカイロ地区軍はジョン・エマクラーナンド、チャールズ・カイ・スミス及びルー・オーレス各巡将の3個手段で構成された。オーレスはヘンリートリデの時まで予備隊の旅団指揮官だったが2月14日に ドネルソンに呼び寄せられドンカルロスビューエル軍から借りた一個旅団を含め上機船で到着した遠平を含む新しい師団の編成に携わった。不評の師団を支援するのは、騎兵二個連隊と、砲兵八個大隊であり、総勢は二万五千名だった。ただし、戦闘の開始時点で使えるのは一万五千名だった。アメリカ海軍将官アンドリュー・エイチフットの指揮する、 西部戦隊は、4隻の構成被覆砲艦、機関アセス、セントルイス、アセスカロンデレと、アセス、ルイビル及びアセスピッツバーグ及び3隻の木製、被法艦、アセスコネストが、アセスタイラー及びアセスレキシントンで構成されていた。アセスシンシナキとアセスエセックスは、ヘンリートリデで損傷を受け、修繕中だった。フロイドの南軍はおよそ一万七千名であり、三個。 師団、守備隊及び付せつする、騎兵隊で構成された。参個師団は、フロイド、フロイドが全軍指揮を取った時は、ガブリエル・シー・オートン大佐が大体、ブッシュロット・ジョンソン及び、サイモン・ビー・バックナー各巡将が指揮した。その前の1月に短期間取りでの指揮を取っていた、公平官・ジョンソンは、戦闘中実質的に、ギデオン・ピロー、フラントの最初の戦闘であるベルモントの戦いで、 対抗したに指揮権を奪われていた。ピローは砦のの指揮官だったが上級将軍のフロイドの到着で取って代わられていた。守備隊はジョン・ダブルーヘッド大佐、騎兵隊はネイサン・ベッドフォード・フォレスト大佐が指揮した。ドネルソン鳥出は1861年に砦の場所を選んで工事を始めたダニエル・ S ・ドネルソン、順将の名前をつけた。哀れなヘンリーリデよりも、 かなり手強いものだった。カンバーランド側からは乾いた地盤に約100フィートさ上げされ攻撃してくる砲艦に対して大砲弾を撃ち下ろすことができ、これはヘンリー・トリデにはなかった長所であった。川を向いた大砲は32ポンド格好砲10本、6.5インチ、戦場砲1門および10インチコロンビアード砲1門があった。トリデとドーバーの小さな町の周りには 半円状に3マイルの残酷があった。この残酷は下を見下ろす尾根の上にあり、前には厚い鉄条網、背面には大砲があった。右翼はバックナーとそのボーリンググリーン部隊、その一端はヒックマンクリークに接していた左翼にはジョンソンとピローの部隊、その一端はカンバーランド側近くにあったがいこれに対する北軍は、 左翼のスミス隊から右に、ウォーレス隊、2月14日に到着、及びマクナーランド隊と並んだ。ピロー隊に面するマクナーランドの右翼は溢れる、リッククリークに届くには、主が足りず、空いたままになった。南軍前線の中央をぬかるんだインディアンクリークが走り、この地点は、両側から見下ろす大砲で主に守られた。2月12日、北軍の大半が、 ヘンリー・トリデを立ち、トリデの間を結ぶ二つの主要道路を通って、約五マイル前進した。その日の大半、南軍令ンベッドフォードフォレストの指揮する、騎兵紹介によって遅延させられた。アセス・カロンデレトが川を遡って、真っ先に到着した砲艦であり、トリデの防御を試すために、多くの砲弾を撃ち込んでから交代した。グラントは2月12日に到着し、 前線の左側にあったクリスプミジ人の家を作戦本部にした。2月13日、南軍防衛軍に対するいくつかの小さな探りの戦闘が行われたが、これは海戦を起こしてはならないというグラントの命令を実質的に無視していた。北軍の左翼では、スミスが3個ある旅団のうちの2個、ジェイコブ・ローマンとジョン・クック各大佐をその正面の敵の 防衛度を試すために派遣した。その攻撃はほとんど損失がなく、収穫もなかったが、スミスは夜通し狙撃を続けることができた。右翼では、マクナーランドも承認を得ていない攻撃を命令した。ウィリアム・アル・モリソン大佐旅団のニコ連隊が、WHL ・オレス大佐旅団の第48入りのイ連隊と共に、自分たちの陣地を悩ませている放題、突確保。 ナンバー2を占領するよう命令された。第48入りのイ連隊の大佐、アイシャム・エイチ・ヘイニーは、モリソン大佐よりも、上級の官だった。モリソンは当然の権利で3個連隊のうちの2個連隊を、指揮していたが、攻撃が進行すれば指揮権を渡すと申し出た。攻撃が始まるとモリソンが負傷して指揮権の曖昧さがなくなったが、どういうわけかヘインズは、 全軍の指揮を取ることはなく、攻撃は撃退された。前線の間に残された、負傷兵の中には砲撃で火がついた草によって、生きながら燃やされた者も,もいた。方面作戦の、この時点まで天候は、雨模様が続いたが、2月13日には、吹雪が吹き、強い風で、気温は10から12まで下降し、翌朝には3インチの積雪があった。大砲や、 ウマ車は地に凍りついた。両軍の前線が接近しており、活動的な狙撃兵の存在もあったので、兵士たちは暖を取ったり食事を作るための火をつけることができず、毛布やコートも持たずに到着した者が多かったので、両軍ともにその夜は惨めな姿になった。2月14日午前1時、フロイドはその作戦本部であるドーバーホテルで作戦会議を開き、 ドネルソン砦りはおそらく攻撃に耐えられないということで全体が一致した。ピロー将軍は突破の試みを率いることになった。部隊は前線の後方に動き突撃の備えをしたが、まさに動こうという時に北軍の狙撃手がピローの副官を殺した。ピローは戦闘において通常は攻撃的な性格だったが自信をなくし、彼らの動きが見破られているので突破は延期しなければ、 ならないと宣言したフロイドはこの計画変更に起こったがその時は実行するタイミングとしては遅すぎた2月14日にはまたヘンリー砦から北軍のルーアーレス将軍の旅団が正午頃に到着しフットの船体も6隻の砲艦と12隻の輸送船に乗せた1万名の増援を連れて到着したウォーレスはこの新しい部隊を ジョン・エム・セイヤーとチャールズ・クラフト領大佐の二個旅団から、なる、第三の師団を編成し、南軍の残豪に面する前線の中央を示させた。このことで、翌朝夜明けに、スミス師団のジョン・マッカーサー大佐の旅団を、予備隊の位置から四百ヤードの隙間を埋める位置に、動かすことで、マクラーナンドの右翼を、リッククリークまで伸ばす十分な兵力ができた。フットが到着するや、いや、 グラントは、トリデの川に向いた砲台を攻撃するようせき立てた。フットは適切な偵察もせずに進むことに躊躇してはいたが、午後三時までにその砲艦を岸に近づけて、ヘンリートリデでやったのと同じように砲火を開いた。南軍の砲手は、砲艦が四百ヤードの距離に近づくまで待って、砲撃を返し、北軍戦隊を散々に叩いた。フットは負傷し、皮肉なことにその足、 フットを負傷した、機関アセス、セントルイスの操舵室が破壊され、操縦が効かなくなったセントルイスはなす実なく流されて、川を振った。アセス、ルイビルも同様に操船できなくなり、アセスピッツバーグは浸水し始めた。船体の損害は凄まじいものだった。南軍が放った500発の砲弾のうち、59発がセントルイスに、54発がカロンデレトに、 36発がルイビルに20発がピッツバーグに当たった。フットはヘンリートリデの容易な成功の後なので計算違いをしていた。歴史家のケンドールゴットはできるだけ下流に止まり戦隊の長距離射程砲を活かしてトリデの防御力を減ずるのが賢明な方法だったろうと示唆した。代案として1863年のビックスバーグ。 方面作戦の時にうまくいったように、夜に砲台の下を通り過ぎておけばよかったかもしれない。固定した砲台の下を抜けて上流に出てしまえば、ドネルソン砦では防御ができなくなっていたことであろう。北軍の水夫8名が戦死し44名が負傷したが、南軍の損失はなかった。川向き砲台のジョセフリクソン大員が、 前日のカロンデレとの砲撃で戦死していた。しかし、陸の南軍は十分装備を整えた。北軍兵に包囲されており、北軍の砲艦が損傷を受けたとしても、依然、カンバーランド側を制していることに変わりはなかった。グラントは、ドネルソン取り出で成功するとすれば、強い海軍の支援なしに、陸の軍隊で行う必要があると認識し、ハレックに当てて、 包囲戦に訴える必要があるかもしれないと電報を打った。南軍の将軍たちは予想もしていなかった、対海軍戦勝利にもかかわらず、砦での勝利の機会については依然悲観的であり、もう一度深夜の作戦会議を開き、中止した脱出作戦をもう一度やり直すことにした。2月15日朝、南軍は北軍戦線の未だ守られていなかった、 マクラーナンド師団の右翼に対してピローによる夜明けの突撃を観光させた。北軍兵は寒い天候でよく眠れなかったために全く驚かされたというわけではなかった。しかし一人の北軍士官は驚いた。ユリシーズ・グラントである。グラントは自分で始めなければ陸上の戦闘は起こらないと予測し、夜明け前に起きて下流の帰還にいるフットを訪ねていた。 部下の将軍たちの誰にも攻撃を開始する命令を伝えておらず、不在時の指揮代行者として誰も指名してもいなかった。南軍の作戦はピローがマ,マクナーランド軍を混乱させ、バックナーがウィンズフェリー道路を横切り、残りの部隊がドネルソン取りを出て、東に移動する間に後衛を務めるというものだった。バックナー師団から一個連隊、第30テネシー連隊のみが、 残号に止まり、北軍の追撃を妨害することになっていた。その攻撃は初めうまくいき、2時間の激しい攻戦の後でピローの部隊がマクナーランド軍を押し込み逃走経路が開いた。西部戦線の北軍が有名な狼狽させるような反乱者のおたけびを聞いたのは、この攻撃時が初めだった。この攻撃はマクナーランド軍の配置がまずかったことと、フォレストが指揮する。 南軍機兵隊が時にワげバして、側面攻撃したことで、当初は成功だった。北軍、リチャード・オグルスビーとジョン・マッカーサー各大佐の旅団が一番激しい攻撃を受けた。彼らは全体に秩序を保ちながら後退し、最終号と弾薬の補給を図った。マクラーナンドは、ルー・ウォーレスに援助を願う伝令を送ったが、ウォーレスは未だ不在のグラントの命令なくして、 行動することを躊躇した。マクラーナンドの交代は未だ取り乱した、階層の様相までに至っていなかったが、弾薬が突きかけていた、元補給係昇降グラントの軍隊はまだ、効率的に供給船を打ち立てることが分かっておらず、余分な弾薬はこれら前線の旅団に即座には供給されなかった。二人目の伝令が、ウォーレスの作戦本部に涙ながらに到着し、 我々の右翼は崩壊している。全軍が危険だ。と叫んだ。ウォーレスはついに、チャールズ・クラフト大佐の旅団を、マクラーナンド軍の救援に向かわせた。クラフトの旅団は、前線で、オグルスビーとジョン・マッカーサーの旅団入れ替わったが、側面を襲われていると認識した時には、彼らも交代を始めた。南軍の進撃もすべてがうまくいったわけではなかった。午前時半までに、 北軍戦闘の旅団が交代した時、フォレストはブッシュロット・ジョンソンにこの秩序を乱した敵部隊に総攻撃をかけるようした。ジョンソンはあまりに慎重で全面攻撃を認めなかったが、その不評体がゆるり前進し続けることには同意した。戦闘開始から2時間経ち、ピロー将軍はバックナーの翼がピロー軍の横で攻撃しないことに気づいた。二人の将軍の間に、 意見の衝突が起こった後で、バックナー軍が動き出し、ピロー軍の右翼に合流し、WHL ウォレス大佐の旅団を攻撃した。しかし、このバックナー軍の遅れのために、ルーオーレスは、マクナーランド軍が完全に崩壊する前に補強する、時間ができた。南軍の攻勢は午後12時半頃に止まった。この時、北軍のセイヤー大佐の部隊が、 ウィンズフェリー道路にまたがって防衛線を築いた。南軍は3度突撃をかけたが成功せず、おねずたいに半マイルほど後退した。それでも良い朝にはなった。南軍は、北軍防衛戦線を一内市にマイルをし込み、脱出路が開けていた。グラントは明らかに戦闘の音を聞いていなかったが、最終的に副官に知らされた。7マイルの凍った道を馬でかけて、午後1時までに、 ウォーレスの作戦本部に到着し、その混乱ぶりと自分がいない間の統率者の欠如に落胆した。マクラーナンドは、この軍隊には、頭がいると不平を漏らした。グラントは、そうかもしれない、紳士諸君、右翼の陣地を奪い返さねばならないと答えた。しかし、グラントの性格として、南軍の突撃にも、強行を来たしてはいなかった。グラントは、 馬で戻ってくる途中で法制を聞き、その軍隊の士気が落ちているのではないかと推測して、フットに伝令を送って、海軍の砲撃による G 行動を始めるよう伝えさせ、それが軍隊のコ部に使えるのではないかと考えた。グラントは南軍のある者、バックナー軍が3日分の食料を詰めた廃納を背負って戦っているのを観察し、戦闘での勝利を目指しているのではなく、 逃亡を試みているのだと思われた。グラントは副官に向かって、最初に攻撃する者は、勝利を得るだろう。敵が私の前に出てくるなら急いでいるに違いないと、告げた。アピローは、その攻撃が午後一時半までに成功し、脱出路を開けたと判断したにもかかわらず、さらに前進する前にその部隊を集合させて、弾薬を補給すべきと考え、フロイドやバックナーを驚かせたことに、 部下に残豪まで戻るよう命じた。この時点でフロイドは、おじけづいており、北軍、チャールズ・カイ・スミスの師団が大量に補強されたと信じて、全軍にドネルソン・トリの防衛戦の中に戻るよう、命じた。グラントは、迅速に動いて決断力のないフロイドが残した穴を、埋めさせ、スミスに向かって、我が軍右翼の動きはすべて失敗した。 あなたがドネルソン取り出を取らなければならないと言った。スミスは、私がやりますと答えた。スミスのニコヨダ団による反撃はすぐに、南軍の右翼の外側残酷船の捕獲に成功した。そこでは、ジョン・ W ・ヘッド大佐が指揮する、第30テネシー連隊が、バックナの師団から置いていかれていた。南軍は2時間以上も反撃したが、スミスが捕獲した。 残酷戦を取り戻すことができなかった。翌朝明るくなった時に、北軍はドネルソン砦とカームき放題の両方を包みする準備ができていた。北軍の右翼で、ルーウォーレスが三個旅団の攻撃隊を編成した。一個旅団は彼自身の師団から、一個はマクラーナンド師団から、一個はスミス師団から集めた。スミス師団のモーガン・エル・スミス大佐の旅団は、 元アォーレスが指揮していたニコ連隊からなり、攻撃の先頭を切るよう選ばれた。クラフトの旅団、ウォーレス師団とレナードロスの旅団、マクラーナンド師団がその側面の支援に配置された。スミス大佐がハマキに火をつける瞬間を待って、ウォーレスが攻撃前進を命じた。スミスの旅団は丘に登る短い距離を前進し、繰り返し走っては地面に伏せて、副車の姿勢をとり、 その間ずっと向かい合う南軍のドレーク旅団から届く矢ジを聞いてた。ウォーレスの部隊は突撃をかけてその朝に失った陣地をすべて取り戻した。スミス大佐は馬に乗って指揮する連隊のすぐ後にいて、一発の銃弾が口の近くで加くえていた浜巻を吹き飛ばしたが、冷静に新しい浜巻に取り替えた。夜になるまでに南軍はすべて当初の陣地に押し戻された。グラントは ピローが開けた脱出路を閉じることを失念したが、翌朝攻撃を再開する作戦を立て始めた。両軍とも2000名近くが戦死し、約3000名が負傷して戦場に横たわっていた。吹雪の中で凍死した者もおれば、多くの北軍兵士はその毛布や上着を投げかけてやっていた。フロイドとピローの両将軍はその日の成果について、幾分満足しており、 ナッシュビルのジョンストン将軍に大きな勝利をあげたと伝報を打った。しかし、バックナーは北軍に援軍が到着しているので、絶望的な状況はさらに悪くなっていると主張した。2月16日午前1時半、ドーバーホテルでの最後の作戦会議で、バックナーは、もしスミス師団が再度攻撃をかけてくれば30分しか持たない。 砦を守る損失率は75%になると推計すると述べた。バックナーの敗北主義が会議を支配した。大部隊による脱出は難しいであろう。川の輸送船の大半は現在負傷兵をナッシュビルに運んでおり、タイミングよく戻っては来られないだろう。フロイドは間もなく自分が捕虜になって北部のハンジと顔を合わせることになる取り返し始めた。フロイドは その指揮権をピローに渡したが、ピローもやはり北部の報復を恐れており、指揮権をバックナーにたらい回しし、バックナーが後に残って降伏することに同意した。ピローは夜の間に小さなボートでカンバーランド側を横切って脱出し、フロイドは翌朝バージニア不評を二個連隊を乗せた蒸気船で脱出した。フォレストはこのような臆病者を見て嫌気がさし、 私は降伏するために、ここに来たのではないと熱っぽく語って飛び出し、その部隊兵七百名と共に去っていった。彼らは浅い、凍るようなリッククリークを抜けて、ナッシュビルに向かった。二月十六日の朝、バックナーはグラントに当てて、急戦と降伏の条件を求める伝言を送った。バックナーは、グラントとの以前の関係ゆえに、グラントが寛大な条件を提示するものと期待していた。 1854年に、グラントは飲酒癖のためもあって、カリフォルニアでの指揮官職を失い、アメリカ陸軍の主官であったバックナーは、グラントが辞任後に家に戻る金を貸したことがあった。しかし、グラントは合衆国に対して反乱を起こしたものに、何の慈悲も示さなかった。その回答は、この戦争で最も有名なインヨークの一つとなり、グラントのあだ名にもなった、無条件降伏だった。 グラントは虚勢を張っているのではなかった。スミス師団は良い陣地におり、砦の外角線を占領して、翌日には他の師団に支援されて攻撃をかける命令を受けていた。グラントはスミスの今の位置がグラントの考えていた包囲戦に先行し、砦をうまく強襲できると考えていた。バックナーはグラントの強烈で引き指導的な条件に反対したものの、 まもなく一万二千名、ないし一万五千名の兵士と四十八門の大砲と共に降伏した。これはグラントが戦争中に受けた三回の降伏のうち最初のものだった二回目はビックスバーグの戦いでジョンシー・ペンバートンから三回目はロバート・イーリーの北バージニア軍だった。バックナーはかなりの量の装備と食料も渡したが、これはグラントの植えた兵隊が 本当に必要とするものだった。7000名以上の捕虜は最終的にドネルソン取からシカゴのキャンプダグラスに送れた。その他のものは北部中の他の場所に送られた。バックナーは8月に捕虜交換となるまで北軍の捕虜として拘束された。ドネルソン取での損失は南軍内部隊の降伏ゆえに大きなものだった。北軍は2691名。 戦死507名、負傷1976名、捕虜、または不明208名の損失、南軍は13,846名だった。この知らせに、北部では、祝砲が打たれ教会の鐘が鳴らされた。シカゴトリビューンは、シカゴは、喜びで狂気に揺れたと書いた。ヘンリートリデとドネルソントリデの占領は、南北戦争で、 北軍最初の意にある勝利であり、南部の心臓部へ侵略する経路として二つの大河が開けた。グラントは志願兵の少将に昇進し、西部戦線ではヘンリー・ハレックに次ぐ上級将官となった。新聞でグラントがハマキを歯に挟んで戦闘に勝ったと報じた。後で多くの賞賛者から贈られたハマキで埋まった。アルバート・ジョンストン軍の三分の一近くが捕虜になった。 グラントは以前のアメリカの将軍たちが束になったよりも多くの兵士を捕虜にした。それによってジョンストン軍は2ヶ月以内に差し迫っていたシャイローの戦いで決定的な優位に立つはずであった1万2000名の兵士を奪われた。ジョンストン軍の残りはナッシュビルとコロンバスで200マイル離れて位置しており、その間にいるグラント軍が川や鉄道を支配していた。 ビューエル将軍の軍隊がナッシュビルを脅かす一方で、ジョン・ポープの軍隊は、コロンバスを伺っていた。ジョンストンは2月23日に、重要な産業の中心であるナッシュビルを明け渡し、南軍の州都としては、最初に、北軍の手に落ちた都市となった。コロンバスは3月2日に放棄された。テネシー州は、ケンタッキー州と同様に北軍の支配下に入った。ただし、両州ともに、 周期的な南軍の襲撃にあった。戦場跡はアメリカが衆国国立公園局によってドネルソン砦国定戦場として保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。